青木島の宿熊野別邸中の島は、和歌山県東室郡那智勝浦町の南紀、勝浦温泉にある、株式会社中の島が経営する、政府登録国際観光旅館である。那智勝浦港の空中写真画像中央の島が、ホテルのある中の島である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成和歌山県東室郡那智勝浦町の南紀、勝浦温泉にある温泉旅館。勝浦湾の入り口にある中の島全体を所有して旅館を経営している。中の島は、木の松島の中の温泉が湧く小島で、吉野熊野国立公園の特別地域の指定を受けている。経営している株式会社中の島は、長年南海電鉄の子会社だったが2019年に、 和歌山県南部エリアの南海グループを統括する中間持ち株会社南紀観光ホールディングスの子会社となった。施設は老朽化で2018年12月1日にて一時閉鎖。2019年4月19日に全面リニューアルした。和歌山県東室郡拉智勝浦町勝浦1179の旧棟には遊歩道があり、南端の展望台へとつながっている。 展望台からは、熊野灘大寺方面の海を一望することができる。展望台には旅と酒を愛した、歌人、和歌山牧水作美の三崎塩の三崎は杉濡れどなお、春景市や島のなきりはの花火,火が立っている。露天風呂奇襲潮劇の湯露天風呂の名称は、奇襲潮劇の湯といい、南紀勝浦温泉の名物露天風呂。直木賞作家、藤本義和の命名に由来する。 ありがとうございます。